成績を発表します。最優秀選手賞、青木辰巳君、はい、丸大ジャイアンツ。最多ホームラン賞、青木辰巳君、はい、丸大ジャイアンツ。打率4割3分3厘、ホームラン3本です。続いて優勝選手賞、矢沢永二君、はい、ネゴペガサス。3割9分3厘、優秀選手賞、小松かなさん、はい、王子大シーガルス。打率3割9分2厘、最優秀新人賞、中部春人君、はい、王子大シーガルス。打率3割9分2厘、青木辰巳君、前へ進んでください。はい、最優秀選手賞、マノダイジャイアンツ青木辰巳殿、あなたは第33回桜リーグ選手権大会において優れた成績を収められました。よってここに賞を贈り、これを称えます。2017年11月3日桜少年野球リーグ会長、秋元真年、おめでとうございます。矢沢英二君。優秀選手賞、ネゴペガサス矢沢英二との以下同文です。おめでとうございます。小松かなさん。はい、優秀選手賞、王子大シーガルス小松かな殿、以下同文です。おめでとうございます。中部春人君。最優秀新人賞、王子大シーガルス中部春人殿、以下同文です。おめでとうございます。青木辰巳君。はい、最多ホームラン賞、マノダイジャイアンツ青木辰巳殿、以下同文です。おめでとうございます。優秀な成績を収めた選手の皆さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。今回の桜リーグで初めてこういうホームラン王と最優秀の賞を取れて嬉しかった。中学でも野球を頑張って勉強も頑張りたい。ありがとうございました。こういう賞を初めていただいてとても嬉しかったです。中学でもこういう賞やいろいろといただけるように頑張りたいです。ありがとうございます。
今回は優秀選手賞を取れて良かったです。これからもっと打率上げてチームに貢献できるように頑張りたいです。ありがとうございます。今回は桜リーグでこの賞とかトロフィーを初めていただいて、これからもしっかりチームに貢献していって頑張っていきたいです。